マッシューロン・キーオは元プロ野球選手。アメリカ合衆国カリフォルニア州出身。父のマーティ・キーオも元プロ野球選手であり、1968年に NPB でプレーした経験がある。オークランドアスレチックスには内野手として入団するが、マイナー時代に打力が低いこともあったが、投手としての才能を見出され1976年にコンバート。 1977年に早くもメジャー昇格。アスレチックスは1970年代前半はワールドシリーズ3連覇を達成したが、フリーエージェント制度ができるとレジー・ジャクソンら黄金時代を築いたスターが軒並み移籍して、チーム力は低下していた。ルーキーイヤーの1978年には、打線の援護がなく8勝15敗に終わったが、防御率3.24と、まずまず高騰。 しかし、1979年は、開幕から14連敗を喫するなど2勝17敗の散々な成績に終わった。9月5日に、シーズン初勝利を挙げるまで、前年から続く28先発連続勝利なしの MLB 記録を作った。1980年には、自己最多の16勝を挙げ、カムバック賞を受賞。 1982年まで3年連続に桁勝利を挙げるが、1983年途中にはニューヨークヤンキースに移籍。1984年はメジャーでの登板がなく、1985年はセントルイスカージナルス。1986年にはシカゴカブス。同年途中にはヒューストンアストロズに移籍し、1987年に阪神タイガース入りした。 なお、キーオのメジャー最後の試合は、1986年10月2日のサンフランシスコジャイアンツ戦だが、最後に対戦した打者は翌年広島東洋カープに入団する代打のリチャード・ランスで、一塁ごろに打ち取っている。この時、キーオのチームメイトとして、ランスの打球を処理した一塁手が、グレン・デイビスであり、二塁走者はジャイアンツの代走として、 二投を成功させていたダングラッテンであった。弱体化した阪神投手陣の中で、オープン戦で好成績を残したことから、入団一年目で、いきなり開幕投手を務めるなど、名実ともに、阪神のエースとして活躍。なお、日本球界でのプレー経験が過去に全くない、入団一年目の外国人投手が、開幕投手を務めたのは、日本球界で初めてだった。 また投手ながら、阪神在籍中2本の本塁打を放った。なお日本プロ野球史上4組目の親子本塁打、達成者である。2本目は1989年5月23日の中日戦で、杉本忠からソロ本塁打を打っている。通算4年間阪神に在籍し、ストレートとカーブを武器に、打線の援護の少なかった当時では、驚異的な記録と言える。 3年連続2桁勝利を含め45勝を挙げた。これは1985年の優勝後、最下位に沈むなど低迷した当時の阪神投手陣の中では数少ない明るい材料だった。1989年に15勝を挙げて、翌1990年も期待されたものの、オープン戦で登板中に足を故障したことが影響して出遅れ、結果7勝に止まったことから、 自由契約となる。自由契約としたことについては、実績はあったものの、当時の中村克博監督がもともと、キーを高く評価していなかったことが挙げられる。中村自身、1990年の監督就任当初は、キーを解雇も考えていたが、さすがに、年間15勝を挙げる当時は切れなかった、とのこと。岡田明信は、これまで一緒にプレーした。 外国人投手の中で一番印象に残っている選手としてこのキーを挙げる。特にカーブが絶品でキーをが投げる姿を後ろから見ていてこれは勝てるなと感じたと述べている。セシルフィルダーとは1989年に阪神でチームメイトとしてプレー阪神対談後はキーをもメジャーリーグ復帰を狙ったがオープン戦で頭に打球を受け、 頭部の血の塊を取り除く緊急手術のために、出遅れ、サンエードモントンでプレーとなった。元阪神のヤブ・ケイチ投手を高く評価しており、ヤブが2004年オフに FA 宣言した時、アスレチックスに獲得を進言、入団させたのも、日本球界をよく知る彼の功績である。2005年はアスレチックスで GM 補佐となるが、同年4月6日、飲酒運転で、 赤信号で止まっていた車に衝突。その車が人を跳ねたが、キーウオー自身は逃走したために逮捕された。その後2007年12月にも飲酒に関するトラブルで警察に身柄を拘束されている。この飲酒傾向は上記の頭部負傷の影響とする記事もある。マイケル・ルイスがこの時代のアスレチックスを題材に執筆したマネーボールにはチームの編成会議の場面で一箇所。 キーオの名前が記されている。父のリチャード・キーオの縁で日本に滞在したことがあるため、ある程度の日本語を覚えており、ちょっとマット・キーオといったシャレを飛ばすこともあった。ひょっこり氷ん島を幼少期に日本に滞在していた時によく見ていたらしく、特にドンガバチョが好きだったそうである。そして、休園休みには家族で宮崎旅行をし、一度も英語を使わなかったと言われている。 2020年5月1日、南カリフォルニアにおいて死去した64歳ボウズ。5月3日、キーオの死去がオークランドアスレチックスの公式ツイッターによって明らかにされた。当初死因は明らかにされていなかったが、後に死因は肺塞栓症と報じられた。ありがとうございます。